茶とかですか、ね、あ、紅茶いいですね、うん、いいか、紅茶、はい、紅茶でお願いします。じゃあ大臣大臣あ大臣ウィン3回目は来るのかな。なんだろう、ムカつくけど聞くと安心する。ダージュリン、うるせえ。うるせえって言うタイミングがすごくこうやっとくるタイミング、うん、パワハラだ。大事にいいですか、うん、お願いします。はい、今ここにモール部分カットします。あー、なるほど。せっかく福田さんがダウドウィンダウドウィンダウドウィン、もう一回言いますよ。はい、もういいです。それももう撮ってモザイクかければいいじゃないですか。モザイクを、あ、なんか色でバレるんだ。うん、すげえ大変なんだってあれ、モザイクって、うん、こうほらチラチラ動くようにするやつとかあれ、あ、そうですね、大変そう。簡単に言ってくれますよ。僕も iPhone11 みたいなやつで撮ってるからさ、うん、あの下手したら本当にこうアップしたらね、入れちゃったりとか、ああ、そうですね。難しいです。画質がいいと。ね。今度 8K とか出るから。ん？ 8K。8K って何の？何？今ほら。5G みたいなやつ。いや、画素数ですね。はい。8K は 4K のまたさらに倍なんで、そんなすごいのって今 4K テレビってのが出てるけど、うん、かなりまたすごいの。どうなるのそれ、もうつけるの、もうね、その場そこに映ってるのがそこにあるみたいな、うん、リアルすぎてだから肉眼で見てる感じと同じ。いや、肉眼で見てるよりリアルになっちゃうんじゃない。そうだ、リアルすぎるから、うん、肉眼で見てるものと同じように見える。へぇ、騙し絵みたいになっちゃうこと。騙し、うん、なんかまあかでっかいテレビで、うん、8K を流すと、うん、なんか窓の外の風景みたいに見えるんですよ、うん、あ、映像で、映像っていうふうに認識するのに、うん、これは窓の外の景色じゃん、景色なんじゃないかなっていう錯覚しちゃうぐらい。へー、すごい。8K か、だいぶでも飛びましたね。6と7を飛ばしませんでした。多分その倍倍でいくんですよね。ただ次が 16K なんじゃないですか。6と7を飛ばしましたよ。6と7はないんじゃないかな。あのギガのあれと同じでね。iPhone も飛ばしたから、 iPhone のさ、なんか32GB のが64GB なんで。と7なのに10とか。で 28GB っていうのがあるから。あ、じゃあ倍数でやってるのね。倍数ですね。あ、そうっすか。あ、そうっすか。これバレンタインデー、これ撮れてるのかな。あ、撮って撮って、バレンタインデーキース。いいっすか、こう終わったっすか。もう誰が終わったんすか。ありがとうございます。ファンの方から届きました。フリーですか、フリーぶっこぶな今流行りのフリーかな、これファンとフリー。そんなのはもらう、ね、いいの。ありがとうございます。毎年減っていくんだよ。トラック1台分とかじゃないですか。それは何か坊先生のことを揶揄してますね。ねえ、さあ昨日撮ったのもダメになったわけですから。
ほんと気をつけて。なんかあった昨日さ、ほんとさ、面白いのが撮れたんですよ、なのにね。ねえ、もうダメだったんですけど。こんな雑談でも難しいですね、なんかね。僕が悪いんですよ。アニメも終わり、漫画も終わり。あ、ってた。それもどっかの人だ。エプロンするなんてです。あ、そうだ。エプロンしよう。バレた。いつもしてないのが。バレた、バレた。ありがとうございます。録画用のアイテムってことか。あ、どうぞ。もういいや、この際。衣装です、衣装。あー、これももらったやつだよ。うわ、ひどい。あー、ひどい。これもそうだ、昨日説明したやつだ。これ、これもありがとうございます、くれた人。でもね、これね、頸動脈をギューッとしちゃって、苦しいんですよ。ってなるんですよ、って。ありがとうございます。肩こりに気をつけろってメッセージですよね。まあ、冷めて、あ、なるほど。せっかくくれたのにね、まあちょっと合わない。電化製品って難しいですよね。よいしょっと。よし、昨日の雪辱をこれで。いや、でもまた危険な橋を渡りましょうよ。うん、ね、漫画界の。漫画界の漫画界オカルト漫画界、漫画界のいい話をするっていう、うん、あ、ね、いい話しようか。あやった。でも大体ね、こう不幸だった話の方がみんな喜ぶ、ね、喜ぶんですね。これもう一回撮り直しですからね。ピョコタン先生のこともまだ話してないことになってますから。あ、ピョコタン先生の来てくれたおかげで ね、 ね、 ね、何千再生もされたり、再生数とか登録者数が増えて、ありがとうございます。登録者数増えたのすごい嬉しいです ね、 ありがとうございます。ピョコタン先生本当にすごい YouTuber でしたね、やっぱり。何ドルかありがとうございます。今日のおやつはあれです、果物です。いただきます。もうおっさんだから。あー、美味しい、うん、イチゴ、これ美味しそう。美味しいイチゴ、うん。あ、カッテみかん。これなんてみかんですかね。予感、なんか本館系っぽい、うん、ちっちゃいやつ。今これ系品種改良でめっちゃ出てるって書いてあった。あ、いっぱいなんか種類ありますよね。うん、あ、いい香り。わ、これほら、これをさ乾かしてこうやって、ね、なんで出たっけ。これさ、見てください、これ。ただこれみかんの皮こうやって、いや、次の日来るとカラッカラになってくると、そう、不気味なんですよ。なんでおもむろにそれが置いてある。いい香りしません、これ。何か言う、うん、いい香りしますよ。宗教って言うんですよ、これ。漢方みたいなやつなのにさ、何か宗教かなって一瞬思ってた。だって昔からこれ黒魔術とか言うんですよ。儀式でやんなきゃいけないのかな。違うよ、漫画売れるために。もう病気じゃん、僕。漫画教の、あ、これやると運勢が、運気が上がるみたいな。うわー、もうそこ行ったらもう最後だね。おいしい、おいしい、よかった。あ、ちょっと酸っぱい。あんまー、酸っぱいか。でも甘酸っぱいのが好きなんで大丈夫。酸味を抜きましたって書いてあるのに、酸味がね、あった方がいいですよ、うん。あ、うん、全然酸味抜いてないじゃん、これ。いや、このくらいのが、うん、あ、でも昔のこれぐらいだった気がする。酸っぱい。おお、酸っぱい。ミライス君、これすごい酸っぱいよ。僕たちの青春みたいだよ。あ、酸っぱかった。
酸っぱかったじゃないか、そっか、我々玉川百くんの青春は甘酸っぱくはない、甘酸っぱ、甘くはない、酸っぱいだけ、酸っぱ辛い、辛酸っぱい、苦くなかった、苦くなかった、苦さまったこの言い方苦さまった苦さ、苦さと辛さと苦さ飲みだったね、気がするこれ乗ってなきゃいけない、決まり、あ、そうそう、決まりかな、これ福田さん乗ってました、はい、乗っててないですはい、どうぞどうぞ、明日いいか、あ、よかった、嬉しいここ、ここ取っていいですか、あ、いいっす、あ、そっちがいいかな、もういいよ、どこだってあ、そう、裏返しありですか、あ、いいよ、ありありあり、こぶせでバカにしやがっていや、本当にいい香りになるんだよ、うん、本当いいですね、どうだよ、ずっと言うのはっ、っていうのこれ見たら思い出したっていうの、うん、その日は何も言わないのに、次の日来た時にどこにもやってんだよ、これ大丈夫ですかって冬の旅に、いや、なんかカラッカラになってるのを見るとなんかほら、鳥が枝になんか自分の餌をこう突き刺して、うん、カラッカラになってるんじゃないですか、あれとなんかダブるんですよね、虫とか、そう、なんかダブる、だからやっぱり儀式だな黒魔術じゃないまあ、なんとなくね、魔術っぽい漫画も描いてるしね、なんか、昔そういうのや、例えば亀の甲羅とかをさ、あ、なんか焼いて、うん、亀裂が入ったので、占い人がさ、あー、なんかそういう、こう、物、うん、を、何かそう、自然物を何かして、うん、占うとか、それすげえ昔からあるから、うん、だからそれとちょっと近いじゃないですか、これ見てください、これ朝来てパッと会ったら香りよりも何より、これをこの見た目、お、置いてる時は何も言わないですよ、うん、朝来て、うん、その日は何も言わず朝来てはっって言うのいい感じに干からびたのを見ると、そうそう、干からびたのを見ると怖い、怖い、うん、シーンとして誰もいない時にね見ると違ったものに見えるんですよ、うん、もううまいなぁ僕これ本当、いや確かにすごいちっちゃくなるの、めっちゃそうギューってなる、そうそうそう、ギューで、なんかくるくるって手で触るとパリンってなる、あ、そこまでなの、そう、その割れ方を確かに見て人生占うかもしれないなんだよ、確かに香りはね、そう、本当に部屋がね、ふわーってアロマですよ、アロマ、汗かいてきちゃわないですよ、大丈夫です、食べました、全部、ほんと美味しいけどな、ほんと、うん、いっぱい、いっぱい、うまい、うん、いちごうまい、大丈夫、大丈夫、私で半分食べよう、だいぶアトリエがあったら、あ、そうですね、これいらないかもね、最近ほんとあったかいよな、うん、何それ、かっこいいね、 8K 映像ですよ、ん？ 8K の映像、昔ハイビジョン見ただけでびっくりしたもんな、うわわわ、でこれ 8K テレビで見たらもっとすごいんですよ、手前にはみ出てくる、本当にここにいるっていう、この、ま、窓の向こうにいるみたいな、その今のニュースとかテレビとかは本当に画像がよく撮られてるんですか？それがね、まだなんですよね、8K 専用カメラっていうのがあって、それで撮らないと 8K になんないんですよ、うん、あと通信も、あ、じゃあやっぱそういう高級な施設が、そうだから 4K テレビっつっても実際 4K じゃないっていうね、テレビは、そうなんだ、あの放送はね、うん、それがブルーレイとか見たらすごい綺麗に見える、うーん、 YouTube とかでも4K 動画とかありますよね、そうあります、あるんだ、
でも確かに異様に綺麗だなこれって思う時ある、うん、そうだから重いんですよね、だからデータがね、うん、その分なんかそういうてなんか啓発系のやつであなたはできるからって外人が言ってるすごく引き寄せていく幸せをって言ってるやつがあってなんか自然の中で座りながら日本語デタラメななんか日本語なんか変な訛り日本語で外人が喋ってるやつ見たことないよく俺おすすめで出てくるんだけどそういうのおすすめされちゃうんだなるほどすごくそういうのおすすめされちゃう人生なのかなやる気を出すことがある太陽なのを見てるとそういうのおすすめされる俺これ面白いじっと見てるんだよ最後まで聞き入っちゃう金払ってのサギじゃんそう60ドルも毎月取るのこいつと60ドル高いこれは宗教みたいなやつだうんちょっと怪しいやつだそうでも日本語で言ってくれるんだったらね、うん、僕も宗教開こうかなと思って いいです、ね、できると思ってできますよ、うん、できますよできますよできますよオープニングは福田さんがダージリンいろんな言い方でダージリンダージリンダージリンはい、つって俺が意味が分からない皆さん、人生に迷っていませんか生き方迷子だっこあーねぶたねぶたの映像がかっこいいな、これかなうわーすごいな、ちっちゃくてもすごいなあ、これ 8K うわ前見たことあったの、うん、だからこの目の前に立つと本当その場にいるみたいな3D じゃないのに立体に見えるんですよ、ね、うん、意味がわからないそう、3D じゃないのにそう 3D あでも確かにこの画面越しでも立体的になんとなくわかりますよねわかるわかるほらこれとか色の追い方が半端ない、うん、うわわ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 わえ 8K までいくと何がどう K なの何が K だったの K ってのは何百万何千万画素ってやつですよね操作線がもう超いっぱいあるってことそういうことそういうこと粒がそうあの縦の横ととんでもない線の量なわけね。そうですです。じゃあ今の映画ってそういうので撮られてる？多分映画とかはそうなんじゃないですかね。うん、ああ。ねぶただけ見るわけにいかないからな。まあこれはだって帰って見るやつねぶたしかなかった。わあすごい奥行きがこのねぶたの。だってそれで作ってくれないと困るじゃん。そうなんです、うん、そうなんだから作り手の方も 8K に対応していかなきゃな、うん、映画はじゃあまあ結構 4K のそうですね 4K ぐらいはもうだいぶ出てきた、うん、7680×4320 箇所ですね俺が知ってるのは100とか 100×400 とかなんだマジかこれすごいんですよ100×400 それ少なすぎるよく見たらつぶつぶがしっかり見えるやつバカにしてるだろうちはまだブラウン管なんだよ白石くん僕はまだねビクターのブラウン管そうあの液晶テレビ25年ぐらい経ってるすごい結構使ってるねすごい使ってるでも綺麗なんで色がブラウン管そうなんだよね3300万画素ですね。うわ。3377万600画素。わかんない。すごいね。3000万画素だからもう人間の目ではちょっとよく。ほんと鼻が変じゃない。まあいいや。まあいいや。来てますよ。8K。来てるの？あのスマホで 8K が撮れるこれだね。発表した人まあでも買わないけどね買わないんじゃん高いしまだ普及するまでねそう、うん、誰が買うんだろうやっぱりそのガジェット好きの人が、うん、だって10万以上するスマホってちょっと俺はなかなか買えないですよあでもそれあれだ10万以上するそうそういいないいな録画用ですブジョワはいいなブジョワこれやっぱマイクの性能良くないって書いてあったああ。なんか有名な YouTuber アラフェルとかいう人が言ってたマイクは外付け他で買わないとあやっぱ外付け買った方がいいダメってなんかジャージ着て言ってたジャージ
じゃあ外付けのマイク今度買ってね、皆様に音関係が良くないって言われてるから、指摘されてますから、ね、そうだね、それ頑張りましょう頑張りましょう。ちょっと黒魔術の部屋からお送りされました。でも本当この部屋はオレンジの、オレンジじゃない、みかんの柑橘系の匂いいいですね。いいっすか、うん疑いの目、本当に本当にいいよ、うん、でもただ見た目がねほらもうなんか始まってますよこれ始まってます、始まって、何が何が始まってます、儀式っぽさが始まってますよ、儀式っぽさが、儀式っぽさこの周りでジャンプして踊んなきゃいけないどんどこ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 夜通し、うん、明日雨が降るって言うんですよ、ね、終わったのをなんか俺がもう消した感じなんだなるほどね、次の日の朝それであんなハッとしたこんなのこれもう僕何年もやってるからね、なんでこんなことしたのか聞けない、魔術師の部屋からお送りしました。さようなら。平敷さん、今日もありがとうございました。すいません。